ジョイス・デウィットはアメリカ合衆国の女優。1977年から1984年まで ABC のシットコムスリーズ・カンパニーでジャネット・ウッドを演じたことで知られている。ウェストバージニア州ホイーリングで生まれ、インディアナ州インディアナポリス郊外のスピードウェイで育つ。スピードウェイシニアハイスクールを卒業後、一時、インディアナポリスモータースピードウェイのチケット売り場で、 働いていた。母親からイタリア系、父親からオランダ系の血を引いている。インディアナ高校法医学協会を通じて、スピーチとディベートに参加。ボールステート大学で演劇の学士号を取得した後、カリフォルニア州に移り、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で修士号を取得し、1974年に卒業した。1977年。 スリーズカンパニー宣伝写真。スザンヌ・ソマーズ、ジョン・リッターと、デウィットは13歳で、初舞台を踏んだ。大学在学中は、ケージ・バレッタでデビューするまで秘書として働いた。ネット上の噂に反し、俳優、エイブ・ビゴダに支持したことはなく、二人は会ったこともなかった。卒業の翌年、劇場の夏季公演に出演中、舞台監督と UCLA シアターの教授は、 美術が悪習し過程を収めるためにカリフォルニアに行くよう彼女を説得した。デビィットの最も有名な役は2回目のパイロットに出演した後に1977年から1984年までレギュラー出演したスリーズカンパニーのジャネットウッド役である。スリーズカンパニーが1984年に終了した後、ABC の連続テレビドラマ ファインダー・オブロスとラブズの1984年のエピソードに出演し、その後数年間演技から遠ざかった。1991年6月、ミシガン州のチェリーカウンティー、プレイハウスの舞台、ノイゼズ・オフで演技の仕事を再開した。1995年、コメディテレビ映画、スプリング・フリングに出演。1997年、テレビアニメ。 ピンキーブレインのエピソードに別の女優が声優を務めた彼女をモデルにしたキャラクターが登場。1995年シビルのエピソードに出演し、1998年リビングシングルの最終回前のエピソードに亀を出演した。2000年代に入ってからの出演作にはホープアイランドザ・ニック・アット・ナイト・ホリデースペシャルなどのテレビ番組が含まれる。 2003年の NBCTV のテレビ映画、ビハインド・ザ・カメラ、ザ・アンオーソライズ・ド・ストーリー・オブ・スリー、S ・カンパニーの制作者に名を連ね、司会を務めた。女優のメラニー・パクソンがデイビットを演じた。2008年、フェイリング・ベター・ナウという独立系映画にも出演。2009年、カナダのカルガリーで舞台、マリー・ド・アライブに出演。2011年、ニューヨークの舞台、ミス・アビゲール。 エスガイドツーデイティング、メイティングマリッジで主演。同年、カナダのハミルトンにある、シアターアクエリアスの舞台、ディナーウィズ・フレンズにも出演。2012年、2つの異なる劇場で、ラブ・レターズに出演、それぞれタブ・ハンター、トニー・ダウと共演した。同年、スザンヌ・サマーズのトーク番組、スザンヌ・サマーズ、ブレイキング・スルーに出演し、スリーズ・カンパニーの思い出を語り合った。 ソマーズは二人の間に生じた対立を謝罪し、二人は共演者であったジョン・リッターと最後に話した時の逸話を交換し合った。2018年、ニュージャージー州のハンティントン・ヒルズ・プレイハウスの舞台、ヌンセンセでマザースーペリアを演じた。デウィットは、飢餓とホームレスに関するキャピトルヒルフォーラムに会員、上院のメンバーと参加し、 ハリウッドの家族支援プログラム紹介のホスト役を務めた。ホワイトハウスで、騎が撲滅大統領賞の国際アワードセレモニーのホスト役を務め、ジョン・カイ・ケネディセンターにおける世界食料デーサイで、ジェフ・ブリッジスと共にホスト役を務めた。2009年7月4日、デビィットはカリフォルニア州エル・セグンドで飲酒運転の容疑で逮捕された。報道によると、 警察は彼女が公園近くのバリケードを通り過ぎた後に行印した。警官は彼女が飲酒している兆候を認め、野外飲酒検査を実施した後に女優を逮捕した。彼女は警察署で記録され、召喚状を渡され、彼女自身の制約保証金により釈放された。2010年5月27日、彼女は罪状に異議を唱えず、3年間の保護観察家に置かれ、 9ヶ月のアルコール依存症治療プログラムを受けるよう命じられた。また、510ドルの罰金と罰金付加額を支払うよう命じられた。彼女の申し立てにより、2番目の軽犯罪の罪状は却下された。ありがとうございます。